世界の終わり The House、千葉県21歳、男性ラジオネームルーズリーフを見ると穴を全部つなげたくなる。勉強できなそうだね。メンバーの皆さんは夏の終わりを何で感じますか？僕は冷やし中華を見てみても胸が躍らなくなったら夏の終わりと定義づけていて、個人的にもう胸が躍らなくなっていたので、この間のドゥガラディドゥ大阪公演もジャケット黒パンツと、9月を舐めた格好で大阪に向かい、ライブ前の観光で暑さにやられました。皆さんの夏の終わりを告げる合図を教えてください。いやいや、だからずっと言ってる、毎日言ってるけど、夏9月はまだ夏だよ。そう、ね、いや全然夏でしょ、うん、いややめようよ、9月が夏が終わったっていう風潮、うん、まだ全然暑いよ、残暑っつって ね言いますから、9月だって、うん、いやもうだからカレンダーから変えた方がいいよね。え、9月になるとこうなんつうの、なんか秋 の, あの枯葉のね、まあまあまあ、絵とか書いてあるよね、ススキとか、あ、そう、月見、月見になってくんだよ ね、 ね、書いてる書いてる、マクドナルドも月見バーガーを始めたりする、スイカ割りとか書いた方がいいかな。スイカ割りほどね暑くはないんだよ ね、 ね、涼しくはないってこと、そうだよね、結局、うん、まだセミいるでしょ、って全然いるよ、いるよ、ね、でしょ、全然いるよ、セミじゃない。まだね、でもセミもあれを結構あの方向感覚失ったセミが、そうだよね、そうだね、だから地面にセミ多くなってきたよ、ね、うん、そうそう、多くはなってきてるんだよね、起き上がれないんだよね、あいつらしかも夏に入れてほしい、7月から789を、そう789、まあ、で7月が意外とほぼほぼ梅雨じゃん、そうだね、そう、まあね、ほぼほぼ梅雨なの、うん、8月しか実質ないみたいになってるから、うん、広げていこう、うん、どんどん、夏をね、冬が長すぎるから、冬は長い、冬は長いよ、もう長いよ、夏は怒ってると思うよ。なんで俺が78なんだと。いや割とこうツートップみたいな気持ちでいると思うんだよ、うん、夏と冬ってね、うんうん、まあちょっとこう情緒を後の2人に任せてどっちが偉いかみたいな、そういうマウンティングをしてると思うんだよね、うん、夏と冬って仲めっちゃ悪いと思うの、うん、あったりすると夏と冬はね、あったりすると、まあ、ちょっと話されてる、ね、同窓会とか話されてる、ね、神奈月とかにあったりすると、ね、いつ集まるか知らないけど、そうするとね、俺はそう思うね、夏はちょっと短めに設定されすぎてると思う、そうね、勢力がね、みんなもう言ってるもん、インスタとかツイッターとかで夏が終わっちゃったって、うん、悲しんでんだよ、伸ばせばいいじゃん、そうだね、そういうカレンダー作ろう、もうグッズで、うん、夏超長いカレンダー作ろうよ、世界の終わりカレンダー作るよ、グッズで、なんならもう6月も蒸し暑いし夏入れちゃっていいんじゃないの、そうそう、もう6月入れちゃっていいかな、6789、うん、それで4ヶ月、うん、どうでしょうか、ね、いいね、4ヶ月春と秋短いね、1 ずつしか残ってないわ、あそこは情緒のさ、情緒のあれだからさ、まあだからもう夏の終わりはあれじゃない、もうほんとメンタルの問題だから、まあ、もうこれは、うん、もうなんつうの、まあこれもね、中冷やし中華を見ても胸が躍らなくなったらっていうメンタルの話だけど、もうパーカー着よっかなって思ったら秋だよ、もう。そうだね。夏はパーカー着れない、うん。本当に伸ばしていきたい。俺はこう、まだバンドで、バンド現役の間に俺9月を夏にすんだ。夢が、それが夢だ。そうなんだ。世界の終わり中陣です。カスです。サオリです。DJ ラブです。世界の終わりザハウス。今日もリスナーの皆さんから届いたメッセージ紹介していきますが、先週終わった世界の終わりドームツアー2022ドゥガラディドゥ京セラドーム大阪の感想が届いているので、ネタバレなしですので紹介していきます。東京都19歳女性ラジオネームメイ、ドゥガラディドゥ大阪公演参戦しました。セカオワにしかできないライブ構成でセットが超豪華で衣装も素敵で最後まで感動しっぱなしでした。ありがとうございました。今回東京から初めて大阪に行ったのですが、関西って気さくな人が多いなと思いました。商店街を歩いていたら話しかけてくれる方々や、ライブ会場で私たちの手作りのガルルの尻尾を見て可愛いって声をかけてくださる方がいて感激でした。セカワの皆さんは関西と関東で違うなぁと実感する時はどんな時ですか？これさ、私みんなよりちょっと早く大阪入って、おばあちゃん家に行ってたじゃない、
で夜にホテルに戻ったの、うん、スイタにおばあちゃん家があるんだけど、スイタからそのホテルがあるところまでお父さんがあの車で送ってくれたわけ、うん、でそしたらさ、なんか発車線ぐらい全部が同じ方向に向かって車が、ね、うん、そういう道がありますね。こう、そう、割と市内、そう、あの田舎の場所じゃなくってさ、うん、もうすごい都会な場所なんだけど発車線こう同じ方向に向かってて、なんか暴走族ってもう思っちゃうような なんでこの人たち全員同じ方向向いてる、一応選挙してるってそう、なんか見たことない、まあね、で今まで免許持ってなかったから気づかなかったんだけど、気づいてたよ気づいてたよ、いやなんか興味関心がなかったから、うん、目つぶっても小野沙織ちゃん大体、ね、移動してる時全然なんかそれがこう不思議なこととか多分思わなかったんだけど、見てね、え、じゃあこれ左折でこう入ってきてから 100m で右折レーンに行かなきゃいけなかった、どうすんのと思って、発車線ぶち抜きでこうどん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 って行くのと思って、もうびっくりしたんだよね。うーん、まあそれはびっくりするわな、うん、東京にはないじゃない、そんな、そこまでないか、うん、そこまで広いのはないないね、うん、広い通というかね、一方通行ない。でも運転したことはないけど、大阪で運転するのなんか怖そう、まあね、な単純に慣れっていうのはあるかもしれないけど、うん、慣れだと思うよ、慣れ。高速とかもさ、ちょっとなんか特殊じゃない、大阪の首都高的なやつ、環状線って言われるやつ か、うん、なんか意外とさ細くてさ、カーブもちょっと激しかったりしてさ、うんうん、首都高みたいな感じなのみたいなやつ。そう、でも関西人が言うには関西人の車の運転は荒いって言ってたから、うん、ちょっとね、我々初心者が行けるような場所じゃないなと思いましたわ。いや、でも俺たちには初心者マークっていう最強の武器があるかなあれやね、今5枚ぐらい貼ろうかなすっごい目立ってね、絶対に誰も近づいてこないよ、近づいてこないかな多分あいつやばい、もう100枚ぐらい貼ってある、もうあれ塗装にしちゃおうかなっていう、ね、もうぐらい本物はどれかっていうね、お札か何かなのみたいな貼ってない場所どこみたいな。でもまあ最近運転して、すごい運転してる、うん、そうですね、なんかなんやかんや、なんか ETC カードもゲットしたというか、 ETC カードゲットしたよ、うん、最初 ETC カードうちに入ってないんだと思ってゲットして、いろんなところに行ってます。すごい行ってるよね、もう首都高も乗っちゃってるし、首都高も乗っちゃってるね、いつの間にの、あんまり人を巻き、なんかやっぱりね、大変なことになる、一人きりでいいかな、一人きりの時に首都高にね、一人で首都高行ったんだね、一人で首都高行った、すごい、もうなんか3回以上行ったか、うん、すごい、すごい、うん、首都高マウント取ってきてる、いやいや、もう全然首都高マウント取ってるし早く行かないと、俺もう3回行ったから、3回行った、首都高3回行ったってすごい、37歳が話してないと思うんだけどやっぱね、この年で免許を取るって怖いよ本当に。はい、京都府59歳女性、ラジオネームラジオで高校、メンバーの皆さんこんばんは。大阪参戦してきました。実は場所をいつもの大阪城ホールと本気で勘違いし、同じ T シャツ着た人がいないと気がついたのが開演50分前。それでも50分前に着いてるのすごいね慌てて娘とタクシーに乗り込みました。するとタクシーのおじさんが喋る喋る、焦っているのに、何があるんや、え、なんてグループ、どんな歌、ちょっと歌ってみてわかるかもしれないしと言われ、勢いで二人で RPG を歌いました。そうこうしているうちにやっとドームに滑り込みセーフ、開演10分前に着きました。メンバーの皆さんは最近飛んだ勘違いをしたことはありますか。飛んだ勘違い、行き先間違いみたいな、こういうのあるけどね、行き先間違いはね、うん、ちょうどね、なんだっけな、このツアーのフィッティングかなんかの時に、みんなバラバラに入りする時にスケジュールがね、前日までね、事務所でフィッティングみたいになってて、あ、はい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 、でずーっと事務所集合だなって思ってたら、うん、行き場所違って、事務所ピンポーンって押したらさ、うん、誰も出ないなんかあったね、そのみたいなことはあったけど、
とんだ勘違いあります？なんかね、先日あいみょんちゃんのライブに行かせていただいたんです。ああ、行ってたね。本当に素晴らしくて、もうこれに関してはもうラジオ一本分喋りたいぐらい素晴らしかったんですけど、うん、やばいと思って、俺たちもツアー中じゃん、うん、でもやっぱそんな引っ張られてもいけないじゃない。あいみょんはこうやってたと思う、なんかこうちゃんと自分をこうそう影響されないためにこうまだこの高ぶりはね、あんまり人にね、こう人に話しすぎず、うん、貯めてはいるんですけど、これ今度またね、ラジオ1本分使って話しますから、ね、ライブがね、どれだけ素晴らしかったかっていうのあるんですけど、この話したいのは、まず、たどり着くまでに、タクシー乗ったんですよ、本当俺も。タクシー乗って、で、その時に、それこそ大阪城ホール。うん、大阪のライブに行ったんですね。そう、大阪のライブ見に行かせていただいて、大阪城ホール向かってくださいっていうふうに言って、で、そうやって言ったら、そこは、関係者パスがないと入れないとこなんですって言われて。うん、でも、まあ、パスは持ってなかったんで、まあ、わかりました。じゃあ、そこで降ろしてください。歩いて入っていくんでって言ったんですよ。うん、タクシーの運転手さんに。うん、で、そこの、まあ、警備員さんがいて、まあ、そこからは入れないわけ。パスがないと。はいはい、なんだけど、こう、なんていうか、出迎えみたいのが、こう、していただいてしまって、うん、タクシーが止まった時に、うん、出迎えが来てくれたんで、タクシーの運転手さんは、で、その時に出迎えが来た時に、一応出迎えで、一応確認のために、名前を聞かれたわけですよ、僕は。うん、で、自分の名前を言ったら、スタッフさんみたいな。そうそう、スタッフさんに聞かれたんで、それをこう、タクシーの運転手さん越しの、窓に向かって、はいはい、自分の名前を言ったわけですよ。はい、で一応分かりやすいかなと思ってバンド名も言ったんですよ。世界の終わりの。はい。世界の終わりの深瀬と言いますっていうのを言ったんですよ。はいはい、そしたら、結構、どこが、から入らなきゃいけないというのが意外と難しくて、うん、俺も自分で口頭で伝えたことはないから、うん、何口のどの入り口っていうのが意外と分かんなくて、うん、結構ぐるぐるしちゃったんです、そっから周りを。大阪城ホール。で、そのぐるぐるしてる間に、タクシーの運転手さんが、いやー本当になんか主役を送り届けないとなみたいな始まったんですよ。やばいと思って違うのにと思ってあーやべえと思って、もちろんね大阪ではその後ライブをしたんだけども、今日はあいみょんのライブなのって思いながら頑張ってくださいねって言われた時に、もうさ、やっぱり何も、訂正できなくて、はいって言っちゃったの。もうさ、訂正しなくてよかったよね。まあいいんじゃない、うん、なんか。いいんじゃないもう、うん。それは。なんかちょっとそう頑張ってくださったからね、タクシーの運転手さんが。運転手さんも。こっちだ、こっちだってなったんで。嬉しいだろうしね。送り届けたって思ってるし。いやだから気持ち、気持ち今まあ終わるのも。ああ、やばいと思って、この、運転手さん、後で、スマホで検索したら、あれ世界の終わりじゃないんだけど、何だったんだろうあれってなっちゃうなって思ったんだけど、ダッシュしたよね、俺は。大阪公演の2日前に、あ、ごめんなさい。ラジオネーム、ちょっと読んでください。兵庫県女性、アミスさん、か、これ、エーミさん大阪公演の2日前に夫が熱を出してコロナ陽性に、私は濃厚接触者になり外出ができなくなりました。あんなに楽しみにしていたセカオワのライブに行けないなんてとショックでしたが、落ち込んでばかりではいけないと気持ちを切り替え、大阪公演の時間にセカオワのライブ DVD を見ることにしました。部屋を暗くしてビールとちょっと美味しいものを並べ、首にはマフラータイルとネックストラップをかけ、両手にスタイレートリングを巻き、いざ参戦。曲に合わせて手拍子したり歌ったり、楽しくて元気が出ました。今度こそ次のライブには行きます。待っててくださいっていうことですけど。あらら。でも、ね、ですよね。これ、こんだけの人がいるんだったら、うん、こういう風になってる、全然あるだろうなって。ね、そういう方もいるでしょうね。うん、ね、そう思ってて、やっぱり会場でステージ上がってバーって見渡した時に、そのあれこんなに来れたってすげえ思う。いや、もう、うんうん、もう少しやっぱりさ、席が空いてんのが分かっちゃったりすることも、ね、結構分かんないんだよね、まあ、こういう風にさ、やっぱ急遽来れなくなっちゃう人、うん、多分今だと
お、普段よりは当然多いね、当日だってそうだし ね。だからなんかそういうふうに思うんだけど、やっぱいるよね。皆さんが皆さんがこうなる可能性があるわけの中でさ、こうやってチケットをちゃんと前もって取っていただいて来ようとしてくれたっていう、その確かに、ね、なんていうか、この時代におけるそのエンターテインメントをこうみんなで盛り上げていこうっていう、なんかその、うん、気持ちが嬉しいなと思う、うん、やっぱり、ね、絶対行けるって保証があるわけじゃない、うん、チケットじゃ、ね、そう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 、そんな中で取ってきてくれるっていうのは非常に嬉しいですけど、ね、うん、はい、すね、そうね、グッズね、グッズをこうやって身につけてくれるんだね。っていうかさ、うん、最近俺 より顕著に思うんだけどさ、うん、すげえみんなグッズつけてくれるよね。ね、うん、そうね、うん、すごいと思うんだよね。すごく嬉しい、すっごく嬉しい。スターライトリングとかさ、ステージから見るとさ、うん、これ全員持ってんじゃないかってくらい光ってる、ね、光ってる光ってる、すごい、これ買うやつなんだよなと思うよね、うん、ふと帰りのさ、例えば飛行機とかさ、電車とか新幹線とか、うん、あの時とかめっちゃいるのよ。いる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 、めっちゃいるんだよ。俺だって、あのガルルのぬいぐるみ持ったあの女の子の後ろでスルメ買ったもん肩を潜めながら、ね、肩を潜めながら、あるある、いや、ライブ終わった後ね、コンビニとか行くと全然、うん、あ、前の子、あの、そうそう、ライブ来てくれたんだってこと、うん、よくある。あるね。いや本当、ステージから降りた俺の本当にあの発色のなさすごいと思う発色が、うん、発色がね、全部ねステージ上に落としてきちゃうみたいなね発色がないんだよね、後ろにシュッとやって、オーラが消えてるんだね。まあ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 、もう本当にこれだけやらせてもらうとね、オーラの制御する方がね難しいみたいな、ハンターハンターあるでしょ。あるね、うん、まあ長年やってる人の方がこうね、そうそう、舌が使えるようになったということでよろしいかな。ですね、今日は僕らの世界のアリのドームツアー、ドゥガラディドゥ大阪公演にまつわるメッセージを紹介しましたけども、いよいよ来週9月14日、15日は東京ドーム公演です。僕らも健康管理をね、しっかりしつつ、はい、2日間、唯一の 2days ですから、そこに向けてちょっと体調整えて頑張りたい。本当にね。なかなか今回のツアーさ、1本、1デーなかなかこう、体が来るな。ね、来ますよね。来る。2days どうなっちゃうのかな。ちょっと心配です。いや、ほんとにね。健康第一としか思ってない。健康第一、マジで。いや、もうね、かかってもね、悔しがらないと決めてる。俺はもう。まあもう、やれることは、ね。ベストは尽くしてるなとは思うから。すごく気をつけてる、ね。あまり落ち込みすぎないようにしないとな、もうかかる。まあ、かかるなと思ってしまう。うん。もう、それぐらいのテンション。解散ライブとかそうですね、そうですね、まだまだ進む、はい、来てくれる皆さんもね、体調気をつけて、はい、元気に出してください。世界の終わり、ザ・ハウスでは皆さんからメッセージを募集しています。番組の感想、質問、僕らに選曲してほしい選曲テーマなど、どんなことでも大丈夫です。アドレスは www.tfm.co.jp/house です。それではまた来週土曜日夜10時半にお会いしましょう。ここまでの相手は世界の中人と、ガセと、サオリと、DJ ラブでした。